どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっと残念なお知らせ。2020年3月15日に予定されていた水戸で、茨城県水戸で開催される予定だったガズレレイベントの中止が決定しました。コロナウイルス問題でございます。まあ、仕方がないかなということなんですけど、実はその、あとほんと数名様でもソールドアウトっていう、もう本当にたくさんの、参加を表明していただいていたんで、もう本当にね、なんというか残念なんですけど、まあ中止っていうかですね、こう考えてください。ちょっと落ち着いたらまたやりますね。延期というかね、まあ一応そんな風に思っておいてください。で、今日いっぱい、それに関して伝えたこともあるんですけど、ひとまず今他に決まっている佐賀と葛西のイベントも、なんていうのかな、今、中止とか延期っていう判断はないんですけど、まあ、この世の中の状況を見ながら、またここでシェアしていこうと思うんですけど、今そういう状態になっています。で、このイベントに関するお問い合わせは、島村楽器店さん各店までお願いいたします。そして、水戸に関するイベント、水戸も申し込みしたんだけど、僕どうしたらいいんだ、私どうしたらいいんでしょうっていう方はですね、島村楽器水戸マイム店さんから、ご連絡が行くことになっておりますんで、お問い合わせの、やり取りは島村楽器さんの方でよろしくお願いいたします。そして今日ガズが伝えたいのはですね、今やっぱね、コロナウイルス問題では世の中すごくこう話題になってると思うんですよね。私んちテレビがないんですけど、テレビがない私っていうかガズ家でさえね、なんかやっぱいろいろこの SNS とかなんかいっぱい入ってくるんで、相当なことになってんじゃないかなと思うけど、そういう、まあ、日々そういうこと聞いてるとなんかだんだん、はあ、やばいな、やばいやばいってなっちゃうじゃないですか。で、やっぱりね、じゃあどうしたらいいかって思うんですけど、やっぱり、まあ、かからないに越したことはないと思うんですけど、やっぱ予防して、手洗いとかうがいとかもちろんして、マスクとかした方がいいと思うんですけど、肝心なのはですね、やっぱ免疫力を、自分の免疫力を上げるのがいいと思うんですよ。皆さん、ガズレレってね、一個サブテーマがあって、音楽で免疫力アップなんです。私、十数年前にね、10年ちょっと前、白血病になっちゃって、骨髄性白血病、骨髄移植して、こうやってやってるんですけど、やっぱりね、音楽やってて免疫力を上げてきたっていうのがあるんですよ。結局ね、一言で言うと、大好きなことを夢中でやってると元気なんですよね。もう本当笑顔になるし、やっぱりだからそれをすごく活用してほしいと思ってて、今こそこのガズレレ YouTube とかこのね、本、こういう本を活用して大好きな曲どん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 歌っていきましょう。こういう時だからこそ好きなことを思いっきりこうやる。はい。で、やっぱ時間がちょっとほら、イベントの予定とかなんかね、人が集まる予定がない時、やっぱ家にいる時間が長くなると思いますんで、このガズレレ YouTube チャンネルをどんどん活用していただいて、やっぱりこう楽しいっていう気分が免疫力を上げますんで、これは間違いないです。私がね、こう、実感しておることでございます。どんどんほらやっぱね、やった方がいいですよ。もうね、ほんと好きな音楽を弾く。こんな豊かなこと。いいに決まってますよ。もう皆さんどんどんだからご活用してください。で、まあ、この、今いいタイミングですので、他の連絡としては、このガズのわがままウクレレ、これ今事前予約注文分はちょっと今完売しちゃったんですけど、まだすぐにね、再入荷があります。そしてここのリンク行ってほしいんですけど、これね、このウクレレ再入荷情報が来た時に、皆さんにメールでお知らせをするという登録してもらえるようなところもあるんで、気になってる方はぜひ登録してください。そうすると次入荷があります。すぐ連絡が行きますんでね。これもいいウクレレなんで、ぜひ皆さんにも手に取っていただきたいです。あと常日頃お伝えしてるんですけど、このガズレシピ。これはガズ初のアプリでございます。はい、これはですね、今結構な数のダウンロードというかインストールをしていただいてありがとうございます。まだの方ぜひ、お持ちのね、スマホとかタブレットにインストールしといてくださいませ。これはですね、どんどんアップグレードしていくシステムになってますんで、今は第一段階ですけどね、これからいろんな機能が追加されていきます。それも近々ご案内ができると思いますので、このガズレシピ、ぜひ皆さんのお手元に、置いておいてくださいませ。あ、そうだ。ですね、ガズさんもう一個 YouTube でサブチャンネル持ってるんですよ。ガズトークというチャンネルで、さっきのコロナウイルス問題とか、まあいろんなことをね、気ままに喋ってるおしゃべりチャンネルなんですけど、もしご興味あったらちょっと見に行ってください。結構ね、面白いと思う人には面白い。うん、まあそうか。まあまあ、そういうのやってますんでね、機会があったらご覧ください。で、さっきも紹介したんですけど、このリットミュージックから出てるこの本ね、この2つの本、緑とアイコンに貼っときますけど、これも、絶好調でございましてね。で、なんと、これ今第1弾、第2弾なんですけど、第3弾が2020年の夏前ぐらいに、出版が決定しております。今、編集の方と曲を選んだり、楽譜をこう用意したり、こうどういう風に本にするかっていろいろこうやり取りしている段階ですね。これはまたパワフルな本になりますから、またまた今年もね、楽しいことがたくさん起こります。で、ガズレレ、まだちょっと公表してないね、まあ、ビッグニュースが山盛りで実はあるんですよ。まだ準備段階なんですけど、これからおいおいこうやって感じで、YouTube で
YouTube、SNS、ブログも書いてますからね、紹介します。まあ、ガズレレ .com、このホームページを見てもらったらもう大体のことわかります。これブログも書いてるんでね、ぜひ毎日書いてます、ブログはね。見てください。まあ、YouTube じゃない、ブログじゃない、ホームページの URL 貼っておきますからね。よろしくお願いします。そういうわけで今日はちょっと残念なお知らせということなんですけど、いや、これをまたね、軸に一個こう音楽を楽しむ、免疫力を上げる、やっぱね、こう、楽しいことをどんどんやるってことにまた気づいていただいて、引き続き。YouTube チャンネルご覧になってください。YouTube はもうどんどん上げてきますんでね。皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。